お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回はですね、こちらねスケラフリーズデッキを使ってやっていきたいと思うんですけど、こちらねあのスケラデッキなんですけど、結構スケラデッキなのにマジアチャだったり、まあ、インドラ、いや、まあ、あとはゴボリはまあよく入ってるんですけど、ゴボリとこのトルネードのね両方が入ってるっていう、まあ、ちょっとね、まあ、スケラデッキとしては珍しいデッキ編成といいますか、まあ、僕としてはもう超絶オシャレデッキって呼んでるんですけど、というわけで、こちらね、今日はこのオシャレデッキを使ってね、やっていきたいなと思います。で、マルチでやろうと思ったんですけど、とかやってたんですけど、マルチ、異常なほどテスラクロスが流行ってるんですよね。アーチャー入りの。で、このスケラがマジで、クロスがきついのと、アーチャーがきついのとっていうので、本当にテスラクロス当たったら、もうマジで地獄絵図なんですよ。なんで、マルチでやってたら、没になる率がすごい高い。てかもう、なったんで、今日はね、勘弁してもらってグラチャで行こうかなと、はい、思います。で、さっきやってて、海外のね、セイントベリキンっていう人、ここの人、うまい人の、このペッカ工場とかにもいい感じのね、立ち回りのね、やつもちょっとあるんで、この動画最後の終わりにちょっとね、リプレイ、まあ適当にね、流そうと思うんで、よければね、その、もうこのバトルよりも、その最後のね、ペッカ工場、VS ペッカ工場の、その試合だけでもね、見てもらえたらいいかなと思いますだけで、今日ね、韓国生活2日目ぐらいなんですけど、今、2か3かぐらいなんですけど、やっぱこういう韓国生活ね、みんなで一緒に生活してるんで、動画もやっぱね、誰かと撮るみたいな、恒例のやつがあるんで、ね、今日はこの方にね、来てもらいました。どうぞ。カツレツすげえ、スナック、コッカー、グッ、英語やっちゃうかも。あ、いい、もういい、もういい、もういいから。ずっと待ってかね、いつなんかもう、試合始まっちゃうしか。コッカーがね、動画、頑張りたいらしいんだけどね。ね。じゃ、頑張ってっていう。一応概要欄にね、コタの。おぉ、嬉しい。いや、わかんないけど。いや、貼っておくんで、というわけで、相手、オーブン立て線のび、はいはい、これ、あれっすね。ロイジャイ。昔のロイオーブンだと思いますね。あ、インド側が。エレキが後、多分、ズシャンと降ってくるんで。お、これでもそこに降ったら、これ、パッキンガム宮殿の終わりっすね。雪玉とか入ってないんで。これはマジでありがたい。で、エレキは絶対今インドラに、タルババとかが今たまたまなくて。いや、たまたまない。いや、でも、だから、そもそもないのか。タルババが、あげちゃがインドラ説。なんか、あったんですけど、まあね、たまたまね、使われなかったんで、よかったですね。というわけで、これは相手がでもタチナ選手持ってるんだな。スケラのね、メタカード。のまあランキングといいますか、僕的な個人なんですけど、正直ポイズンとか結構皆さん的にはっていうか、意外と世間一般的にはポイズンがあるとスケラがなかなか刺さないというか、相手がポイズン持ってるとスケラは相性悪いみたいなイメージを持たれがちなんですけど、意外とそんなこともなくて、でも相手諦めたもんありますね、マジで。ポイズンに対して正直何でもいいですね。正直関係ないといいますか、そのなんでかっていうと、ポイズンはスケラを防衛できるんですけど、その一時的な回避でしかないんですよね。そのスケラのダメージを一時的に抑えるだけで、はいはいはい、逆にスケラの防衛にポイズン使ってくれると、こっちはこの、まあ、後ろの、例えばマジアチャなんですけど、今回後ろのマスケットとかメガゴとか後ろから裂いて防衛にねフルカッツができたりとか、でも相手は逆にそこにポイズン使うとスケラがねこっちは入るみたいなのあるんで、結局どっちかがね、そう、相手は絶対きつくなる部分があるんで、その正直ポイズンとか全然ねメタではないんですよね、スケラの。なんで一番はやっぱ低コストでスケラを防衛できるっていうカードなんで、まあアーチャーとかもうトップです、圧倒的アーチャーで、2番にまあ縦の選手とか三角とかですかね、その辺がすごい厄介になりますね。これちょっと相手の位置が甘えてるディガーだったんで、トルネード近距離できますね。というわけでコカッちゃんなんですけど、このデッキのよろしくないところといいますか、よろしくないわけではないんですけど、その弱点といいますか、まあ、変わったところの一つとして、あれがないんですよね。ニコスのスペル、雪玉とかウッドとかがないんで、小物系がね、若干厄介になってきますので、そこをしっかりマジアーチとかでね、やるっていう感じですね。マジフリーズいっちゃう。これはもう多分こう落ちますね、これで。はい、右残りインドラの、ザップ打たれるんすけど落ちましたね。はい、もうこれだけでタワー折れますからね。えぐい、インガーがね。スケル打ってないんですけど。残念ながら。このビガープラフ。これでも、これは。痛い。ちょい辛いよ、ね。ちょい辛い。これでも、いい攻め。これなんか、これは、
まあこんな感じ、たまたまね、たまたまこんな感じになっちゃいましたけども。でここの防衛相手なんかいるっけ。スキャミまた回って、ああ回ってるけどダックプリが強い。これ多分ダック、おー、これもあれですね、相手相手無理してるんで、これもハシマインドとかやって T レベルですね、これマジっす。マジいけまかフリーズ、今相手2コースとかなんで、まあ、最悪フリーズって見たらザップくるんだよこれ。あー、ファイブか、あー怖い、ね、まあまあ今のはね、そう打たないでもっていう感じですね。で、まあ、ホグに対してゴボリ使って、バレルに対してトルネ使っていきたいですかね、理想としては。まあ、1本大きくあるの防衛力は非常に強い、うん、高いですね。そう、おー、なんかおしゃれなことすごいしてきたんで、あ、やばい、これなんか、おー、結構俳優で、いいなぁ、いいな、これダックフリー余裕で出してよかったですね。まあ正直言うと1700なんで余裕でしょっていう、この甘い考えのもとにもこうなっちゃってますね。1-1になっちゃったら、つらかったりしないの、うん、あー、スキャラ自体若干きついかもっすね。そこもパッキン、ホグにはね、トルネードがあるんで。よいしょ。これスケラがチクチクと入りますね。インナーが相手なんか苦しそうですね、マジで。ファイブマイク打ってますね。そう、ファイブマイク打ってます。そうしたら、そうしたらこっちのマジアチャが行きますね。これでも守れないかな。あ、ラッキー、たまたま。たまたま、いい感じに抑えられましたね。最後、インナーと、プラスのスケラ打って終わりですね、もうこれは。でも相手も諦めてる。勘違いと思いますが、ね、グラチャルとかだとすごい余裕で勝てますね。間口がかちょっと環境が違うと。そうっすね。っていうか、まあクロスが多分本当にしんどい。なんでクロスにさえ当たらなければ他に対しては結構だね。あのラバクロとかも若干まだ流行りつつあると思うんですけど。はいはいはい。ラバクロもあのインドラプラス、まあ、マジエチエリキのトルネードなんで。あ、ポイズンが来ても全然、そうフリーズも防衛で使えるんで、もうあのもうガンメタぐらいですガンメタレベルの相性いいですね。だから陸も基本ゴボリがやっぱ強くて、大型にはインドラ刺さるんで意外と何でもいけますね。あのスケがねいい味出してますね。若干の高回転になるスケ、プリンスとか抜けれるで、まあ受けれるって言っても知れてるじゃないですか、プリンスとか抜け。そういう時は、まあ、あのフリーズとかね、スケラをもうね、スケラ使いあるあるなんですけど、フリーズとかスケラを使ってプリンスをね守るっていうのは結構大事になってきますね。まあ、マジであのこの後ね、そのセイントブリキンさんとの試合のリプを見てもらおうと思うんですけど、えマジで神立ち回りできてるんで、ぜひ見てほしいですね。これ一回受けからいきたいですね。スケラデッキは相手が何かした時に逆サイ攻めるのもいいんですけど、意外とやりすぎちゃうとその単純に逆サイドを防衛できなくなっちゃう事件があるんで、結構こっちの攻めもあんまり興味ないっていう。そう、スケラ自体の攻めとしてはしっかりカウンターを決めていきたいですね。防衛してからのカウンターで、まあ、スペルプラス打たないといけないんで、ホグだけだったらホグだけでいいんですけど、スケラの場合はスケラプラスのフリーズとかポイズンとか打たないとダメージ入んないんで。確かにカウンター食らうかっていうね、うん、これちょっとやばい。あのフリーズ防衛でもよかったんですけど、これあのこれちょっとね下手くそなやつですね。理想だったら、今のどう守るの正解だったかな。キング起動多分できないもんね。そう、キング起動は本当したいんですけど、そう、ダックプリの HP が少なかったんで、まあ、一時避難としては、まあ、まあまあまあ悪くなかったんじゃないかなと思いますけど、相手のあれが分かんないですね。なんだろう。JPP コカツかな。じゃあ、ジャングコカツ。はい、ヤリゴブコウモリとか出てくればいいんですけど、ね。コウモリ持ってか。あ、持ってた。これ多分、トルネだけで防衛できる説があります。確かにこれヒギゴボリ、いやこれ強い、両方ね、これが強い、マジで。確かにコウモリ使ってましたね、このゴブリンも。無視やっそう、相手無視できないね。コウモリここで2個使うっしょっていう。なるほどね。これスケからのクッション置きたいな。スケダックプリからのスケですね。でマジアチャリ抜きつつ、まあ、これファイパ飛んできたら飛んできたっすね。ポイズンなんか、はい、2名相手やりゴブとコウモリ裂いたんで、でもこれがシンプルにだると思いますね。インガーが強いか。はい。で、これ焼く、でもパッキンですね。オッケーオッケー。まあこのコウモリぐらいはいいかな。最悪トルネで今消してもいいですけど、そこまでする必要もない感じですね。まあ確かに怖いし。はい、で、この微妙なほどほどの攻めを繰り返す感じでやっていきたいですね。オッケー、スプリ合わされて、はい、そうですね。で、これに多分一回ジャイ置かれると思うんですよね。で、相手ポイズンでしたね。はいはいはい。一回後ろから様子見つつ、小物系は全部トルネで処理できるんで、まあ、インドラでこの辺ね、
基本処理していきたいですね。ジャイも崖がいいように早めインドラ。そうですね。でこれザップって、オッケーオッケーオッケー。インドラ無双ですねマジ。大体これもう結構苦しいの。これもう無理やりですね相手。無理やり。これもうこの辺にマジ1出してあげるだけで小物しかないんで、とポイズンを使わないといけないっていうこのマジアチャに。あれだからしたら地獄ですね。確かにもう、はい、どうやっても処理です、ね、そう、まあ、もうインドラとか出してあげていいですね。ワンチャンこの辺にコウモリぐらいがいきますけど、やりこぶか。なるほど。やりこぶも処理してあげて、オッケーオッケーオッケー。もうプリンスの多分コストはないんでって言おうとしたら、まあありましたけど、ありましたけど、まああの、もうね、辛そう。辛そうっすけど、言っていい感じに防護されましたね。まあ、マジアチャが。ガクプリコマチュアチャの受けがずっと辛そうですけど、小物が多いんでね。僕小物スプレーないんですけど、言うてなんかその辺はなんとかなっちゃいますね。でここはあの丁寧に守ってあげれば僕が最後に負けることはなくなるんで、まあ、負け筋を減らすっていう体で最後ね丁寧に守って、ダククリスケラのコウモリにフリーズって終わりですかね。おお早い反応が相手も、うん、でもこれはもう相手止められないっすねマジで。これマジフリーズ気持ちいい。なるほどね。まあまあまあグアチャグチャ最強かは知らないけど強いと。そうっすね。ペッカ工場も入ってるんですけど、ペッカ工場にも結構戦い、あセイントベリゲンささっき始まってきて、リプレイかこっち系今からリプレイか。じゃあ一戦受けつつリプレイ最後見ますか、ね、最後でこのデッキで。じゃあまあ相手はね、そう去年なんだっけチームチェコの世界大会も、そう世界大会も出てるプロ選手でめっちゃうまいやつですね。マジでうまい。よろしく。さああっちあっちが試合を。あのこのベリキンも結構なんだろう変なデッキが好きなタイプなんで、ワンチャン同じデッキを使ってくるかと思ったんですけど、ワンチャンワンチャンこの僕がこのスケラを使ってくる読みのテスラクロス読みガンメタとか来るともう僕ないの。ああもうこれあのマジでこれそういうことっす。マジでこれえぐい。やもうこいつ性格悪いこいつ。じゃあ待って、これはあの公開処刑まであるんです。これマジであのテスラクロスに頑張って立ち向かうんですけどマジで無理なんですね。ちょっと待って、あのあもうもう間違った、もう無理もう無理もう無理マジであのえマジでこれ無理じゃないだっけ、終わっかじゃん、もうもう終わっか。いやこれ多分インドラだけで OKOKOK 結構上がっちゃう。 OKOKOK おーなるほどね。危ない危ない、ギリまあ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 まだまあ全然あのクロスの防衛でまずしんどいのと、もう僕の攻撃は通んないんですよねスケラ打ってもアーチャーとウッドとスケアイスピードみたいなアイゴレットみたいなされて、まあ、終わっちゃうんで、まあ、言うてまあまあまあ前は打っちゃいますね。打っちゃって一発で決めたくない、そんなくない。そうでもその結構スケラって一発で決めたいんだけど決まんないもんなんだよね。あでもそうだからまあそうそうそう、でここの相手は結構過剰に防衛してるんでね、これ美味しいっすね。なるほど。であのアーチャーを餌なんで、おもしかしてこれしっかりあ の, のこの辺で削っていかないとまず削れないんでと思ったら死んだまあまあ でワンチャンこのクロス来た瞬間にインドを焼きたい。まあゴボリアン多分防衛クロスチャキが来ますね、うん、はい分かってますね。こういう防衛クロスゴーヤルのが正解なの、こっち側コスケは正解なんてないですねこれマジ、うん、無理ですねこれ。後ろからいっぱい出してもう頑張るしかないですね僕としては。でここでこのクロスも邪魔なんで、いやー無理だなマジ。ゴボリに対してスケラ合わせて速攻アーチャーにフリーズかな。で2周目クロス始めにチャキーが来ますね。あでもウッド裂いたんで、あーボーイクロスが強い。いやでも全ザル全ザル。おマチュアチェコが低いかもマチュアチェの位置が。オッケーオッケーオッケー。あこのインゴが読みのあれがな、そうこの高めのあれがだるいっすねマジ。マジでやばスケで1回クッション置いてからのゴボリに行くよね。オッケーオッケーからのこれマジでむしってむしっちゃうんだ。でここでマジアチャで防衛しつつ速攻打ってオッケーオッケー。ワンチャルくれ、ええガックアコうわーちょっとオッケーオッケー。あちょっとマジアル、ええマジアルマジアルマジアル絶対始めくるんでこの瞬間うえいうわー読めてけも読めてる読めてる読めてる。防衛フリーズとかやるの？いや、いらないか。うわぁ、死ぬけ？いや、もう攻めて、こっち。この時間で、お願い、勝って。勝ってくれ？いいうわぁやばっ
今のプガイプガミゴっていうか、ガッキーね、この俺動画の初めに言ったよ、言ったのにボツになる、ボツになって企画テスラクロスにだけは本当に勝てない、勝てないんですよね。毎日はやめましょうっていう話があったもんね。うん、したら、あ、待って、相手も怒ってますね。もう怒ってるんですけど、じゃあ、結構、はい、最後ね、リプレイのだけね、このぜひもう見てもらいたいですね。いやー、もうこれ流やばいやばい。流して、いやー、まさかのね、勝てると思ってなかったんですけど。まあ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 。まさかのね。まあ、これマジで、鉄工場流行りなんでね。このデッキ作る際は、ぜひ、立ち回りをやっぱ知っとくっていうのが、ね、大事だと思うんで、クララは結構、はいはいはい、僕理論、ラット理論は知識ゲーだと思ってるんで、もうやり方さえ分かってれば、知識ですよ、もうどうすればいいのかさえ分かっとけば誰でも上手くなれると思うんで、量やっても正直あんま変わんないと思ってるんで、じゃあまあこの知ってるか知らないかが本当に大事、ね、でもこの辺は、まあ、このデッキ自体が陸儀がめっちゃ多いわけではないんで、はいはいはい、スケ5ボーリダクプリなんで陸儀がやっぱ詰む時があるんですよね。でそういう時にペッカをいい感じにそのインドラプラス何かで守るのか、それともその瞬間にやっぱ逆サイ来るからっていうので、このペッカをどう守るかなんですけど、ペッカの後ろにエレキが来るんでやっぱインドラで守りにくいんですよ。確かにもうリクルっていないし、そうなんでこの瞬間にスケラを防衛で使っていきますね。で逆サイの工場に対してダクプリ使って、これだけでペッカを抑えれるん でこの U のねキングギドしようと思ったら思ったより防衛ダックフリが優秀で、ここの散骨が無駄になっちゃったんですね。これが痛かったもんみたいな、防衛付けがもうやるっていうのはなんかあんまりね使ってないと怖いんだよね。そうですね、なんかあんまやっていいものではないようなイメージがあるんですけど、全然やっきり、うん、なんか上手い人ってなんかジャイとかジャイ受けとかするじゃないですか。なんかプリンスとかなんかジャイ受けして後ろになんかつけたりとか、なんかそんな感じのイメージですね。言ったらスケラも言ったら同じですね。チャンスが来るまではマッチでいいと思ってますよ。なんでここもインドラ出して後ろからエレキつけられたら、そのスケラそうフリーズですね。相手も絶対構えてるもんね。ペッカエレキにフリーズ打ったりしないといけなくて、じゃないとペッカとかせないで、そしたら逆サイ工場とか止まらなくなるんで、ペッカをスケラで守ると攻めっぽいされてもペッカって結構その場から動かないんですよね。無理がもんね。そうなんで意外とペッカにスケラ防衛はアド取れるし相手も困るんで、確かに、なるほど、結構いいですねっていうのをこう繰り返してると勝手にねアド取れてきてこう流れがねきますね。大体このマジアチがちょっとだけできてる。あ、でもいい始まりですよ。でここはなんかインドラ出したんですけど、まあエレキ来るのは分かってたんですけど、まあドンかなかなっていう、ね、そうですね、若干誘ったのである。いや、それは分かんない、その。でも、マジで、この、結局守れちゃうんですよね。いや、相手の攻めもめっちゃいいんだけどね。そのビッグビンって意外があるよ、みんな。そう、このプラス U のとこもうまいんですけど、このザップもうまいんですけど、あのね、こういう、防衛フリーズがもう、やっぱあんまし、なんかね、怖い。攻めで使いたい感がすごいあるんですけど、うん、ギャンギャン僕やっちゃいますね。でこの攻めでスケラまで打つプランを考えてたんで、ここで攻めますね。もうエレキでインドラやられちゃうんすけど、てか三角でこれ相手うまいっすね。スケラも処理してでもここで多分ヤンチーしたんですよ。もうトルネで全混ぜでスケラのスケも残って入るしマジアチも入るしっていうので、でここでもたまたまエレキが先行してきてくれて美味しかったですね。ここをダクプリプラススケでね囲んで、そうでここはこれ何で守ったかな、うん、これ一回守ったっすね。右はもう一発強よ。そう右はそうキングとかタワーまで2200残ってたんでね強して、でエレキも冴えてたの分かってたんで、もうインドラ速攻出してマジアチャ出して三国来てもすぐ処理できるようにプラストルネも構えてね。なるほどね、インドラをいかに生かすかっていうのが大事。そうペッカに対してインドラ出したいんですけど出しすぎちゃうとエレキがパンパンって冴えて詰むんでね、意外とスケラ防衛は知ってて損はないと思いますね。相手もこれね、これもさっきと一緒、今エレキがこの場にいるってことはもう数枚前に出してるんですよ、エレキを。だからもうこれペッカもね、ガード追加で頑張っていくしかないけど、マジアタイガーから追加できないけど。やつですね、でも最後多分スケラって終わりだと思いますね。まあフリーズもポイズンもないし、そう。で、このゴブリをね、一発入るから、苦しいってやつですね。で、これ最後も勝ちですね。マジアチャ出して、スケラ出して、もうフリーズ打つだけなんですけど。あのペッ
ックをこのね、うわおしゃれ、これがあのマジでそう世界一おしゃれだと思ってるラットデッキです。ラットデッキじゃないです、これあの海外のリンスっていう、クリーム、そう海外の上手い選手が作ったもうね天才的なデッキです。はい、なんでこちらねぜひ皆さんに使ってみてほしいですね。いやよくまあでもコタンには使いかわかんないけど、いやいやいや磨かん使い、はい、というわけでこんな感じでね今日終わりたいと思います。よければこちらぜひね使ってみてください。ではGo shop! Ah, shit!